皆さん久しぶりです。土星でございます。今日ですね、ちょっとこちらで久しぶりの動画を上げるんですけども、今日ね、久しぶりにアジアン系スーパーに行ってきたので、どういったものを買ってきたのかっていうのをね、ちょっと紹介できればなと思います。はい、ということでね、こんな感じで買ってきました。カップラーメンに、ごま団子ですね。あと、まあコリアンバーベキューとかちょっとね、いろいろ売ってたんですけども、日本のものはね、結構札幌市場ですね、これね、ウォルマートとか他のスーパーで買うと1ドル29セントとかするのかな、なんだけど、さっきのところでゴールデンライオンっていうところで買ったんだけど、59セントで買えたので、だいぶお安く買いました。これで、あとはうどんでしょう、あとね、大洋茶を買ってきちゃいました。あとね、これゆかりのふりかけと、あとね、ごま塩も買ってきたんだけど、これも買ってきました。でね、ちょっと個人的におすすめなのが、このリークンキっていうのかなっていう、このシリーズがね、結構アメリカね、でこんな感じなんだけど、このアメリカで結構どこでも売ってるんだけど、普通のね、ウォルマートとか、普通のグロシーストア、スーパーマーケットでも売ってるんだけど、結構ね、種類がいっぱいあって、で、結構ね、限定的なところでしか買えないのもあるので、ちょっとね、いろんな調味料が欲しいっていう時は、ちょっとアジアン系スーパーまで行かないと、ちょっと買えないのがあるんですよ。で、特にこの豆板醤、普通のところだとちょっと売ってなくて、近くの、ちっちゃな、アジアスーパーもあるんだけど、そこでも売ってなかったので、ちょっとね、大きめのところに行かないと、これちょっと手に入らないので、これは、もう行ったら買わなきゃいけないと思います。はい。で、これ。チキンブロスのやつ。鶏ガラですね。で、これね、これはね、アジアスーパーじゃないと手に入らないと思うけど、これもリークンキのシリーズなんだけど、普通のお店だと見たことないね、これね。あとは丼4つですね。これもね、3ドルぐらい。で、プラスチック製なんだけど、まあ、3ドルだから全然いい感じに、まあ、安いし、使いやすいかなと思って買ってきました。でね、あとね、うちね、ザルがあんまりないので、この、まあ、麺すくいみたいな、なんていうんですかね、これ。麺すくいをちょっと買ってきました。でね、あと、お惣菜持っていたので、ちょっと落としちゃった。バナナタピオカピーラルデザートだって。で、なんかちょっとね、タピオカ入りの、まあ、バナナデザートをね、ちょっと今回買ってきました。アメリカに来る人も中にはいるかと思うんだけども、日本でね、すごい買い揃えなきゃいけないというものも少ないので、まあね、そんなウェーバーとかとかぐらいかな。ウェーバーがちょっと欲しいかな。ウェーバーとか、なんかソーミシャンタとか、そこら辺はね、ちょっとあんまり見かけないので、そういった調味料はちょっと必要だと思うんだけども、一般的にね、料理作る分には全然アジア系のスーパーとか回れば全然作れるものも多いので、ぜひぜひね、まあアメリカに来た時はアジアスーパーを見て回ったりとかして、どうしてもラーメンとか食べたい場合ね、ラーメンとか、まあアジアン系のものを食べたい場合はアジアン系スーパー回って買ってみたりとかしてですね、買い揃えるのもいいかと思います。あとは無理やりね、日本からあれもこれも持ってこなきゃということもないので、まあ余分な荷物を減らしてこちらに来ていただくのもいいかと思います。アメリカの方に来ていただくのもいいかと思います。はい。ちょっとですね、短い動画になりましたが、今日はこれまでとなります。今日も見ていただいてありがとうございます。バイバイ。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。この動画が気に入ったら高評価ボタン、このチャンネルが気に入ったら下の登録ボタンを押してチャンネル登録をお願いします。ではまた。バイバイ。